Thank you.
このくじは幸運をもたらします。姉さん厳しい。ここはイエロ社の辺境なんだよ。ここで発砲するようなやつは何をしたって不思議じゃないんだから。群れから離れた獣は食い物欲しさに別の人間に尻尾を振ったということですか。まあそれは置いといて、ちゃちゃっとやること片付けちゃおう。大吉、隔離設定、ご心配なく。装填中です。恐れるほどではありません。操作方法はよく覚えてます。目標全員命に別状はないみたいだね。まあしばらくは動けないだろうけど。彼らの応急ビーコンを起動して後方支援に回収を頼みましょう。姉さん、私たちのルートには後方支援いないよ。いいでしょう。詳しい話は車を見つけた後で聞きます。輸送船、こんなところで座礁してるなんて辺境では珍しい光景に事欠きませんね。そこに人が住んでるってのが余計に面白いね。傭兵に犯罪者、密輸業者、情報屋、ひょっとしたら私たちを襲った犯人もこの船に隠れてるかもしれないね。ピテスの魔法の世界へ。今戦場は私の手のひらの上。恐れるほどではありません。雷が大地を震わせ、邪悪なるものを排除する。目標達成、演習通りです。この戦闘は楽すぎて記録する価値もありません。このくじは幸運をもたらします。テス、車のドアを開けてください。
護衛対象を確認します。それはいいんだけど、あれって普段は安定してるけど低温環境にさらすのはまあまずいんだよね。私に嘘は通用しません。視線が泳いでいますし、呼吸が少々荒くなりましたね。あのさ、姉さん、悪いけどもうこれ以上聞かないで。通信が回復したら分析員から説明があるはずだからさ。油断禁物。大吉。練習通りです。練習通りです。この戦闘は楽すぎて記録する価値もありません。
覚悟なしに戦場に踏み、わざわざこんなところまで誘導してくるとは。分かっていたかのように電波の遮断まで。考えていたよりは頭が回るようだ。だが賢ければ賢いほど生かしておくわけにはいかない。今度こそ分析員には指一本触れさせない。目標達成だが気を抜くな。あの捨て駒どもがヘマしないといいんだが、出ないと今回来たあの中佐殿、ずいぶん気が荒いって話だからな。この程度か。目標達成だが気を抜く。エリアゼロの連中に追撃を命じたのはあいつらをおとりにするつもりだからだろ。どういうことだよ。何にも分かってないんだな。お前には話しても無駄さ。この程度か。一位先進だが任務完了まで気を抜くなよ。英雄だって？それがなんだ、今じゃ野良犬同然じゃないか。もういい年だろ、まだ役立たずの部下どもに手を焼いてんのかよ。おまけにあいつらをイエロー社に連れ戻すときた。いつの時代だよ、まったく。だから部下を生かすためには俺たちのために命がけで働くしかないってわけさ。分析、これではっきりした。ロシフだ。彼は少数の雇用手を連れてエリアゼロから抜け出した。今は軍のために働いている。あの巡察官を始末でき次第二人の支援に向かう。くれぐれも気をつけてくれ。コンディションか。これは名誉と比べれば何の価値もない。目標達成だが気を抜くな。感じたか、その重さを。
どきなさい。ねえ姉さん、約束してほしい。もし何かあったら。心配ご無用。出発前に分析員とのブリーフィングで話したことは、あの時点じゃただの予想に過ぎなかったけど、でも今はその予想がだんだん現実になり始めてるんだよ。いついかなる時でも冷静さを失ってはいけません。あなたに分かるように言えば、私は決してあなたを置き去りにするつもりがありません。とにかく前に進みましょう。すぐに終わります。大吉。すぐに目標達成。演習通りです。恐れるほどではありません。装填中です。急ぎ払いましょう。恐れるほどではありません。すぐに終わります。したことはありません。車は動けそうですか？なんとか。でもルートを変更しないと。どうしよう。落ち着いて。妙なことが立て続けに起こっています。これは偶然ではありません。今の物音のせいで面倒事が増えるかもしれません。敵を確認してみましょう。恐れるほどではありません。装填中です。大吉。目標達成。演習通りです。え、これは内部監査用の特殊装置。会社の人間がなんでこんなところに。しかも人まで殺してるなんて。これはあなたが単独行動していた時に使ったものではないんですか？違うよ。ここを通った覚えない。後方支援の部門だってここは通らないはず。姉さん、これ絶対おかしいよ。このルートを使うのは私たちだけって約束したのに。何ですか？あ、なんでもないよ。この戦闘は楽すぎて記録する価値もありません。
どきなさい。あれ、ジャミングが消えたのかな。いえ、どうやら汚染されていない特殊なチャンネルからのようですね。内部監査専用のチャンネルです。こちらジ・チェンシン。氷の川に沿って移動し、橋を渡って製鉄所へ。あなた方は何者ですか。なぜ我々に連絡を。一体何が。すぐに終わります。恐れるほどではありません。縛られるがいい。本日のラッキーさんは君だ。装填中です。目標達成。演習通りです。おい、しっかりしろ。ボスがもうすぐ来る。あの小娘どもだってもう逃げられねえぜ。ボスは来るべきじゃない。俺たちだけで解決できる。あの新しいやつに乗るのはボスの体には負担がでかすぎる。グダグダ抜かすなよ。言っただろ、エリアゼロを抜け出せば俺たちは本物の狼になれるか。装填中です。縛られるがいい。この件はもう確定しています。まだわからないのか。誰も生きては帰れねえよ。俺たち全員ここで死ぬんだ。任務が失敗するって意味じゃないぜ。ボスも俺たちも覚醒者の小娘どもだって、あの目立ちたがり屋の指揮官もそうさ。みんなここで死ぬんだ。この都の勢力の管轄でもない辺境でな。あの装甲車だっていずれ誰かが片付けちまうんだろうさ。だからよ兄弟、片道切符だって言ったろ。俺の帰りなんざ待つ必要はないのさ。目標達成。演習通りです。戦闘は楽すぎて記録する価値もありません。
覚悟なしに戦場に踏み、分析員の反応は普通じゃなかった。列車に何かあったかもしれない。一刻も早く二人を探して列車に戻らないと。目標達成だが気を抜くな。美しい音だ。この程度か。双方本当に計画通りに動いてるんだろうな。動くわけねえだろ。あいつらが俺らのために命張るとでも。あいつらは武器を飯の種にしてきた連中だ。そう簡単に渡せよ。契約だの誓いだの、あいつらには何の価値も。じゃあ話は早い。俺らで処刑してやろうぜ。とっとと終わらせればカーシアの出番もないはずだ。目標達成だが気を抜くな。双方この程度かすり傷だ。これは名誉と比べれば何の価値もない。美しい音だ。双方感じたか、その重さを。このくじは幸運をもたらします。あなたが言っていた後方支援部隊は、タウさんがあなたに貸した紙幣はどこなのですか。すぐに終わります。あれは…デズ、気をつけて。はぁ、あ…また行こうよね。一つの時間が足りないんだから。まだ終わるつもりはなかったんだけどな。デズ、ちょっと…デズ、ご安心を。
私はもう二度と記憶に惑わされません、大吉。油断禁物です。本日のラッキーさんは君だ。装填中です。そろそろ本当のことを話してください。そうだね。どこに行っちゃったのかな。迷子になってたりしてね。いい加減にしてください。ご自身の命が惜しくないとでも言う気ですか。言ったじゃん、チェンシン姉さんは必ず生きて分析員に会えるって。計画も疑問も本当のことも全部教えてもらえるよ。分析員が全部話してくれるからさ。ギミックのメンテがまだ。油断禁物です。装填中です。恐れるほどで、大吉。目標達成、演習通りです。これで優位に立てます。油断禁物です。恐れるほどではありません。油断禁物です。戦場は雷が大地を震わせ、邪悪なる者を排除する。この件はもう確定しています。そういうことだったんだ。確かにそれなら辻褄は合うんだ。姉さんよく聞いて、奴らの狙いはこの車だよ。私が引きつける。姉さんは約束通り言って。テス、やめなさい。バカなことをしないで。生きてあの人に会って、そして真相を教えてもらうんだよ。いいね。です。約束したからね。誰も仕掛けもございません。さあ帰ってニューマジックを考えないとね。
このくじは幸運をもたらします。冷静になりなさい。冷静になるんだ。彼女は分析員の元に向かうように言っていた。慌てた様子もなかった。コヨーテの狙いが本当に車だけならまだチャンスは残っているはず。まずは全体の状況を把握。とにかく分析員との連絡を急がなくては。恐れるほどではありません。目標達成。演習通り。ご心配なく。この件はもう確定しています。恐れるほどではありません。縛られるがいい。装填中です。大吉、ありがとう。目標達成。演習通りです。ありがとう。恐れるほどではありません。雷が大地を震わせ、邪悪なる者を排除する。みそぎ払いこっち。大吉、生成る天、星が移り万物に祝福あり。このくじは幸運をもたらします。これほどの邪魔が入るとは。この港はブリーフィングでは触れられていなかったけれど、放棄されているようにも思う。探せば旧式の通信機ぐらいがあるかもしれない。中です。大吉、恐れるほどではありません。ありがとう。油断禁物です。大吉、縛られるがいい。ありがとう。操作方法はよく覚えてます。ケンシー、ケンプ。この声はハル。今どちらにいらっしゃいますか。座標分析ロッチュ。彼女が今いるのは列車じゃない。早くこの骨董品を修理しなければ。これ以上犠牲者を出すわけにはいかない。油断禁物です。装填中です。
恐れるほどではありません。雷が大地を震わせ、邪悪なる者を排除する。大吉。この戦闘は楽すぎて記録する価値もありません。
覚悟なしに戦場に踏み入る資格なし。ここはすでにミッションの規定範囲から外れている。彼女たちが離脱できたら必ずここを通るはず。雇用店ロシフ、カーシーの名前まで出てきたか。チェンシー、テス、持ちこたえてくれ。双方やはりここは双方の通信封鎖区域の外か。戦士、テス、聞こえたら返事しろ。この通信を受信したらまず居場所を報告せよ。このミッションは明らかにおかしい。分析員に危険が迫っている可能性が非常に高い。お前たちを足止めしているのはコヨーテのマスターロシフだ。交戦はできるだけ避けろ。繰り返す、居場所を報告せよ。交戦はするな。美しい音だ。だが任務完了まで気を抜くなよ。感じたか、その重さを。
どきなさい。お前と連携を取るのはこれが初めてだ。そうですね。後方支援もなく情報員もない、分析員までここにいない。私全く弱くありませんよ。すぐに終わる。恐れるほどではありません。目標達成、演習通りです。ありがとう。すぐに終わります。恐れるほどではありません。大吉。かすり傷です。ご心配なく。練習通りです。この戦闘は楽すぎて記録する価値もありません。このくじは幸運をもたらします。ここは任せる。みそぎ払いました。何をためらった。ほっ、総合一位先進。ロボッ。このゲームかすり傷。うっつ。
私はもう二度と記憶に惑わされません。勝てるとね、ご心配なく。美しい音だ。いずれ誰かに殺される。だがそれはお前じゃない。俺にとって唯一の正しい選択なのだ。矜持は持たない。さあ次へ行くぞ。
Thank you.